ヘアローユーチューブイエース。不動産の日本仕事、沢しげみです。本日は投資とお金の増やし方についてシェアしていきたいと思います。大体の人がですね、こんなにお金を貯めたのに、これを投資にしたのに4%とか3%しか増えないって言って、なかなか増えないって言って、あ、あそうだ、20%、10%、100%、1800%の投資がある、これに入れて一攫三金って言ってですね、やってそれをお、 なくしてしまって、まあ、お金がなくなって、うわ、投資危ないねってね、だい大体まあ世の中では4%とか、まあ、人によってはね、あの先進、あの今、発展している国のたい近隣の8%とか、それをもって、その8%以上の投資は投資じゃなくて投機ですよなんていうふうに教えてる方がいると思うんですけど、やっぱ投資っていうのはこう着実にあの元本が減らないってことはないんですよ。 でも元本を残しておきながらどんどんお金が増えていくっていう仕組みに平均的になっているというものです。でそれとは別に平均的にはプラスマイナスゼロで右行ったり左行ったりあの要は大損したりあの多く儲けたりですね、まあ、非常にギャンブル性が高いのは投機っていうふうに言われてますけれども、ね、投資だとどうしても儲かんないからって言っ、まあ、1800%とかねあ,のありますけれども、まあ、そういうのに出して、まあ、大体ね そういうところに行って、うわーってこう全部溶かしてしまってです、ねうわ、投資は危ないですねってね、投機ですよ、気をつけてください。要はですね、普通に4%とか増やしてたら、なかなか1000、ね、万円苦労して4%って言っても、まあ、あるじゃないですか、大変なわけですよ。今日はそのあたりの話をしていきたいと思います。それで私がです、ね、気づいた、あこうやればいいのになんでみんなやらないのっていうことにをシェアしていきたいと思います。まあ、こののの投投資資とお金の増やし方方考えでですね、まあ投資あるあるで ねまあ、大体、資産がまあいくらありますかって、まあ、資産っていうのはまあ今、自由に使える貯金みたいなもんですよね。で500万円貯めました、年収500万円の、ね、方があの500万円の,その貯金を貯めるっていうのはまあまあ大変かと思うんですけど、頑張りに頑張って、例えば3年とか2年とかでまあできたとします。も、ま、も、あね、もうちょっとかかるかるしれないですけども それとかやっぱり500万円と少ないね1000万円はちょっと作りたいよねって自分の労働力でまずその資金を作っていくわけですね。それでまあ大体投資っていうのはまあ平均的にあの一番あの発展してる世界の国っていうのは大体その金利が10%くらいになってたりするんですね。で日本の場合はほぼゼロ なんですけども成長してないなその成長しまくっている国は10%、まあ、それでそういうところにあの銀行とかは投資して、まあ、5%とか6%とかの利益を得て、それから利ざヤを取ったものをその、あのー、自分たちの利子に当てているわけですね、まあ。ということで、まあ、世界で、まあ、うまくその投資をすれば大体4%くらいはその取り崩していっても大丈夫ですよというのが4%ルールですという話を前回いたしました。じゃ4% ね、なけなしのこの500万円をドーンと預けて、その500万円が全く使えなくなるという権利を行使したわけですね。全く使えない、他に何にも使えないという状態で4、4%だとこの表にあるように、えー、20万円なわけですね、500万円、20万円。で、これがすごいいいよという投資で、ありえないねって言って20、20%の利回りができたら100万円、つまり1年経ったら、えーっとまあ、500万円、100万円ですから、600万円になるわけですね。 でその600万円をまた再投資みたいな、これは福利ですけれども、どうですか、これ4%。4%って、ね、こう安定的にあのいい時も悪い時もずっと平均してくくと大体4%くらいになりますよみたいな話なんですけれども、500万円、一生懸命食べた500万円で、年間、それがその500万円が使えなくなるのに、20万円しか手に入らない。で20万円って言ったらね、ね年間で20万円ですから、月々だとまあ1万、2万円、万円くらいなんですかねあの、もうお小遣いにしかなりませんね。 で大体これで、うわ、増えてるって、あんまり喜ぶ人いないんですよ。でも増えてますね。で、これ何年やったらいいんですかみたいな話なわけです。ただ違いますよ、この5億円持ってる人は。5億円持ってる人っていうのは、超富裕層ですから、まあ、4%でも2000万円の。 あのお金が入ってくるわけですね、まあ、5億円から10億円くらいの資産ができたら、このやり方でも,もう十分あのもうファイナンシャルフリーになって今2000万円の生活ができますな、4000万円の生活ができますなってなりますけど、まあ、これがあの、まあ、たまたま、ね、自分で仕込んだいい投資とかそういうものがあって20%くらいになるのであれば、ここの表にあるように100万、200万、1億とこういったような感じになるわけです。まあ、だから、まあ、ある意味ですね、まあ、貯金が1億円を超えてこないと、この4%っていうのはなかなか。 難しいわけですねでも世の中には福利っていうのがあるので頑張っていきましょうってことでこれこれ福利の表ちょっとちっちゃいですけどねあの出しましたこれはどういう評価っていうと毎年100万円ずつ元本を入れ続けていくとそこに10%ですねまあ、10%で結構高いですけど10%の福利でこう増えていきますよっていうふうに計算したら60年後に 33億円になってるっていう、へえ、そんななるんですかこれが福利の恐ろしさなんですね。福利っていうのは時間的レバジーとも呼ばれてますけれども、まあ、ちょっとずつ増えていくんですけど、それが後の方で金額がでかいとガバガバガバって増えていくっていうことなんですね。えー、これ72の法則っていうのがあって、あのー、この72をその。 利回りの金利で割っていくと何年で金額が2倍になるかっていうのが72の法則なんですけど、これはお金持ちの方はみんな知ってますので、72の法則っていうのは知らない方いたらぜひ覚えておいてください。まあ、例えば利回り10%っていうことは、72を10で割ると7、大体7.2年ですね。つまり7.2年で資産が2倍になると。100万円を利回り10%で回していくと副利で、で七年で7.2年後に2倍になるっていう、これ大体近似式ですね。そういうふうになってます。で、この黄色いところがそうなんですけど、 100万円ずつずっと元本を入れていくと12年目で2300万円になるんですね。でそこから大体7年後の18年18年後に5000万円になる。そして大体7年後にまた1億円になって31年後に2億円になってっていうふうにこうなってますね。ほんで38年目で4億円45年後に8億円というふうになってます。で,で60年 先までやれればおおいおい待ってくれよと、ね、10%というものすごい金利で福利を回したとしても60年かかるんですか、30億円になるのは。まあ、これ実際そうなんです、よ、まあ、株とかで、ね、この大体米国株とかでずっとやってきた人でおばあちゃんとかであの人、普通のサラリーマンだったよね、年収400万だったよねっていう人でもあの死ぬ間際にあの30億円くらいになってて何十億円も寄付するなんて、そういうおばあちゃんっていうのはアメリカとかと結構いるんですね、まあ、おばあちゃん、おじいちゃん。 要はですね、福利っていうのは、これ、まあ、見れば分かりますけど、ね、早く始めれば早く始める方法がいいっていう、ただそれだけなんです。あのオーレン・バフェット先生も、どうやって投資を勝つんですか、えー、その方法は早く始めることですっていうふうに、まあ、いつも答えてるらしいんですけれども、えーまあ、これ72の法則ですね。でも、これ分かりました、協力です。協力なんですが、待てません。ね、だって今、今例えば退職して、ね、10年間でえ2倍えみたいな。 資産がですね、それ2倍で食っていけるということもすでに1億円以上あったら、まあ、なんかこれでもいいような気がしますけれどもなかなか、ね、難しいですよね。だって1億円貯めるのに何年かかるんですかこの方法でやると1億円貯めるのに24年かかりますね。はいもうなんか人生半分くらい、人生50年だとすると半分くらい、ね、100万円ずつ突っ込んでってなります。ということで年収がすでに2000万円とかある人は23年貯めてです、ね、そこから1億円からこれ始めるのも手ですけれどもやっぱりね。 あのー、退職金が例えば1000万とか、まあ、3000万とか、ね、それをうまく使って、まあ、退職してからじゃなくてもう30代でやりたいって言ったときどういった方法があるのかっていうのを私は本読んで考えたんです。で、まあ、こ,ううこれをまあ、ねあのー、5年おきに集約するとこんな感じで増えていくんですね。これがまあ要はレバレッジってことです。さて、じゃ不動産でレバレッジを聞かせたらどうなるのかここからが面白いですよ。 もうねあのまあ、レファレティキかスってことは例えばこの真ん中の1000万円1000万円あってこれを不動産の頭金、頭金じゃないあの、初期費用に突っ込みます。初期費用に突っ込んだらあの時代によりますけどね、あの貸し渋りとか貸しやすいとかフルロンが出やすい時とか出にくい時とかこれ時代で。 あります。けれどもこれ波があります。これ必ず波があるんです。まあ、だいたいあの不動産業界は15年に一度波が来て上がったり下がったりしてるだけですからね。定期的にだから15年で大体多くのディベロッパーが潰れる年と、その15年がギュイーンって上がっていく年っていうのを繰り返されてるわけですね。で、そうすると不動産による景気でこうか。あの不動産どんどん借りてください。っていう時代もありますし、今ちょっとね。頭金を3割突っ込まないと貸しませんよ。なんてそのいう時代がこれ繰り返されてるんです。だから、あの今。 できないからといっても2、3年後にできるようになったり今できるからといってあの2、3年後にまたこのそ,のそうじゃないというのもあるんですけれども、すべてがこういうふうにいくというわけじゃないんですけど、だいたい初期費用の10倍くらいの金額の物件が買え,る買えます。 え10倍、レバレッジ10倍ですか危ないですね,ね。これが FX だったら危ないんですよ。なんでかっていうと、ね、勝つ確率と負ける確率がこ50%。まあ、手数料の分、ちょっと、ね、負ける確率の方が大きいですけど、要はそういうレバレッジ引いた分だけあの負ける方にも勝つ側にも触れるっていうゲームはこれ危ないですね。これ、投機でさっき言って。私はもうお勧めしません。ただ、不動産の場合はもう最初からやることにあの後で、後の動画で説明しますけどね、やる前から、 もうその買った時にすべてが決まってるんですよ、やる前からもうこ,れこうなるっていうのは分かるんですね。あのまあ、隕石が落ちたりするのは分からないですよ、そうなったら大変ですけど、まあ、いやいやリスクあるじゃないですか、人口減少どうなんだ、はい、はいいその通りなその通りなんですけれども、待ってください、このまま働き続けて、働き終わったら退職金をもらって、その後何も収入がなくなるという、この巨大なリスクと比べてどっちがあるんですかっていうことを私はいつもご説明しています。 つまり不動産、自分が今やっていることにはリスクがなくて、これからやろうとすることのリスクがよく見えるという、これ、現状維持バイアスとかですね、あのー、まあ死にそうな時に自分だけはなぜか生き残るんじゃないのかと人間は考えてしまうという、そういうバイアスがあるんですけれども、今やっていることのリスクっていうのはすごい薄まってるんですね。でも、よくよくこのイーブンに考えたら、今やっていることのリスクの方が高いんじゃないんですかっていうのが、これ、私の見解で、これ、完全に高いです。 勤め人として働き続けて、自分の時間を売り続けて、何もマネーマシンを作らずに、それで退職したら、あのもう何も入ってこない、まあ、年金入ってくるとは思いますけれどもね、そ,のそっちのリスクの方がずっと高いですと、まあ、でもそのリスクを判断するのはご自身ですから、いやいや、不動産の方が危ないですよっていうふうに分析された方はそれでいいんですけど、その分析するかどうかをこの動画を見て、まあ、次の、ね、動画もいっぱいありますんで、あの見ていってください。 であのまあ、人口減少とかあるんですけども、もやる前に最初に買う時までにも決まってるんです。ちょっとこのね、あのじゃあ、ちょっと話を戻しますけれども、えー、例えば1000万円で1億円の物件が買えると、これ、買えるんです、実際にあの、初期費用、大体その10倍くらいですね、それ、頭金とかいっぱい入れたらもっとかかりますよ。で、そうすると、例えば1億円の物件、1000万円持ってて、それを突っ込みますとで、1億円の物件を買いました。 したら、あのまあ、元本がね、元本ってこの1000万円なくなってしまうので、利、まあ、回りとしてはもうちょっと下がるかもしれないですけど、まあ、4%で400万円、で20%で2000万円のものが入ってくるわけですね。でこれがまああの5億円の人だったらあの 2, 億円2億円ですし、まあ、4%, 4って、ね、新築の利回りなんですけど、それ、ね、中古でうまいことやれば、まあ、20%、これいくんです。まあ、私も大体こう20%くらいでね。 私のお教え子の方もこの20%くらいでやってるんですけど、まあ、私の場合は特にそこからさらに価値を高めていきますので、あのー、その局所的に見れば25%くらい出ているところもあります。まあ、それはさておき、まあ、このくらい、要は1000万円突っ込んで毎年2000万円ずつ入ってくるというような状態が作れるわけですね。で、このくらいあれば元本が、ね、1000万円でも2000万円とか1000万円とかこう入ってくるようになれば、これ、給料の代わりになりませんか。 つまり、一撃でファイナンシャルフリーを手に入れられるということなんですね。しかもこれが不動産って結構、堅実なんですね。なんで堅実かっていうと、銀行が貸してくれるんですね。銀行貸してくれるってことはどういうことかっていうと、銀行もこれって危なくないよねって思ってるわけです。株に投資しますって言ったら、これ、銀行貸してくれないじゃないですか。なんでかっていうと、危ないと思ってるからですね。その紙,紙くずになったらどうするんだみたいなですね。そりゃそうですよね。貸してくれません。 株に,貸すから株に突っ込むから1億円貸してくださいって、あおかと、あのまあ、それなりの担保がなきゃ、ね、貸してくれませんよね、でも不動産の場合は、その借りる土地自体が担保になるので、まあ、貸してくれるんですね、これすべての場合じゃないですよ、ちゃんとした基準で選んで、そのフルローンが下りるような物件とか、そういう交渉の方法とかですね、持っていき方っていうのをしっかりやらないと、もう必ずなりますじゃないですよ、銀行行ったら断られましたって、あなたの,、ね、あのそういう銀行に行き方もあるんですからね。 まあまあその話はその次の話でしていくとして、まあ、要は何が言いたいのか。4%ずつ増やしていきましょう。その通りです。はい、30年かかります。ファイナンシャルフリーになるのに30年かかります。で不動産だったら、ね、なんとかかんとか頑張って自分の労働力で1000万円を貯めました。それなりの物件を買います。お給料の代わりになりうるものがドンと来るんです。で私の教え子もよく言ってますけど、その年収の約3倍の その収入がその不動産から入ってくるものがいきなり変えたんです。もちろんその方の努力とか貯金とかね。今までのその勉強とか、あのその運とかもありますよ。そういう物件に巡り合うとかね。まあ、でもそれが大体そうなるというようなことをあらかじめ仕込んで自分で仕込むんです。コントロールするんです。で、銀行にあ,あの投資あの増やしてください。ってこれ？ ね、株式にどれが上がるのか下がるのか分からないし自分でコントロールしてませんよねでも不動産の場合は自分でコントロールできた上にその作業がすでにあのこの日本に、えー、はびこっているさまざまなあの管理会社とか あの募集会社とかも要は仕組みができているわけですよ。お金を渡してそれでお願いすることによって回るんですね。で管理会社、そして住んでいただく、ほとんどコストがかからない、まあ、もちろんあの傷んでいるところを補修したり、あのいいところに住んでいただく義務っていうのがオーナーにはありますので、そちらは当然やっていくんですよ。でも買うまでは義務を発信しない、買うまでに全てが決まっちゃうんです。ね、その間取り場所 えー、賃料を稼ぐ力ってこれも最初から決まってるんです。だからあとはいくらで買うかだけですよね。で、それで必ず勝てるという確信を持った時だけやればいい。それで、その金額で買えないんだったら買わなくていいんです。っていうことが、えー、この不動産の面白いところです。 はい、4%ずつでやってもいいですただ相当かか,ります相当か,かっているうちにはこれっちゃありファイナンシャルフリーにならねえじゃねえかって投資バランスをいろいろ探しているうちに相手の口座に入れてしまう自分の管理下にないところに置いてしまうそれでああやった増えたって思って実はそれが本日スキームとかで,、ね、でも私も結構溶かしたことあります。 だからあのもしそういうのやるんだったら、絶対自分の口座の中で管理されていて、他の人が持っていけないところでこう増やしていくようなシステムのところに突っ込んでくださいね、そういうのをやるんだったら。これが人の口座の中に入れてどうぞ増やしてくださいというのだと、そのまま会社ごと消えたり、どこかに行ったりしてな溶けてなくなってしまいますのでね、まあ、そこはあの皆さん、あのまあ、私みたいに高い勉強代を払うことなく、まあ、そういうふうにやっていただければいいと思いますけど、そうじゃないんだったら、あの平均で大体の4%とかですね。あの選手その 発展国にご投資してもまあマックス8%とか10%とかそんなもんですよ。これが日本国内でも自分の管理下においてできるという可能性があるということに気づいたんですね。そしてこれは私じゃなくてもできる、誰でもできるということに気づいたわけです。じゃあその債務の方法について次回以降の動画でまたシェアしていきましょう。本日ももどううありがとうございました